紀平梨花選手が、2018年12月7日のフィギュアスケートグランプリファイナルにて、ザギトワ選手を抑えて、世界最高 82.51 点を叩き出しました。やりました。パーフェクトな演技で、世界最高得点です。今回は、紀平梨花選手の世界最高得点の衝撃ニュース記事と、それに関しての海外の反応をご紹介します。フィギュアスケートのグランプリファイナルが、6日、日本時間7日、カナダ・バンクーバーで開幕。女子のショートプログラムでは、紀平梨花選手、関大 KFSC が、完璧な演技を披露し、82.51 点の今季、世界最高得点をマークし、首位に立ちました。2位は、77.93 点で、ピョンジャン五輪金メダルのアリーナ・ザギトワ選手。坂本花織選手、シスメックスは、70.23 点で4位。宮原さと子選手、関大は 67.52 点で6位でした。紀平選手は、ドビュッシーの、クレア、ドゥ、リューエのメロディーに乗せて優雅に、そして力強く舞いました。冒頭の代名詞トリプルアクセルを完璧に決めると、3回転フリップ、3回転トーループのコンビネーションも綺麗に着氷。最後の3回転ルッツも決めました。演技後は、日の丸が揺れる中、万雷の拍手。会心のスケーティングに、16歳の超新星からは、ガッツポーズも飛び出しました。グランプリデビュー戦で披露した、衝撃的な演技に、海外記者も、驚きを隠せない様子です。アメリカで、長年フィギュアスケートを取材するジャッキー・ウォン記者は、リカー、キヒラー、と、絶叫ツイート。その直後には、80、と続け、80.5 に驚きを隠せない様子でした。さらにザギトワを含む、後続の3人が滑る前だったが、今日は、誰にも打ち負かされることはないだろうと、首位発進を確信していました。また、同じくフィギュア取材歴の長い、ニック・マッカーベル記者も、アリーナ全体が、リカ・キヒラという存在が、そこに実在しているのか、その目撃者となっているのかどうか、わからなくなっていたようにすら思える。みんながそのように感じたはずだ。彼女の存在は現実なのか?と。だが、彼女の答えはこうだ。はい。私は、確かにここにいます。と綴り、現実離れした衝撃を受けたことを記していました。また、IOC が運営する五輪専門サイト、オリンピックチャンネルは、公式ツイッターで、10代の紀平が大事件を起こし、トリプルアクセルを決め、世界最高記録の 82.51 点を叩き出したと驚きを綴っていました。8日、日本時間9日のフリーでは、2度のトリプルアクセルを飛ぶ予定。課題だと言われていた SP で歴史を作った紀平選手。フリーの演技が、早くも楽しみになりました。日本が誇るミラクルガールの進撃に、五輪女王の母国、ロシアのメディアも大きく反応しました。スポーツ紙、スポルトエクスプレスは、紀平が襲ったという見出しで表現し、彼女は、信じられないぐらい、複雑なプログラムを滑り、それを実行できれば、相手に、ほとんどチャンスはない。トリプルアクセルは、すべてを打ち負かす。と、紀平選手の滑りを絶賛しました。ただ、まだ競技は終わってない。フリーがあると、自国の女王の巻き返しに期待。私たちは、この対決を待っていた。ザギトワ対紀平梨花。フリーはさらに面白くなると、ライバルの台頭を歓迎しているようでした。ザギトワ選手は SP 後のプレスカンファレンスで、自身のライバルとして台頭してきた紀平選手に関する質問を受けたザギトワは、その質問には答えたくないと、負けん気をにじませました。勝負のフリーに向けて、リンクに出て行って、やるだけ、と、きっぱり言い切りました。世界が注目する日露決戦から目が離せません。
までご視聴いただき、ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。では、またお会いしましょう。日本って、いいね。